ちは、スプレアトイでのべらちゃんです。みんな元気ですか？今日のビデオでね、鍋を作ってみたいと思います。メキシコ人はその鍋を作るから、もうちょっとからしチリみたいなのも乗せて傭兵に食べてあげたいと思います。なので鍋を作ってみて、それで傭兵のリアクションを見てみましょう。好きなのか辛いなのかちょっと見ましょう。 OK、 やろう。はい、よし、こんな感じです。まずこのキムチ鍋、一番メキシコ料理と似てる、辛いから。一応トマトも入れたい、なぜなら好きだから。じゃじゃじゃーん。パクチー、私の大好きなパクチー。パクチーはね、メキシコ料理で結構使う。じゃじゃーん、これ入れてみましょう。本当はね、ハラペーニョとか他のチリ入れたいけどなかったの。からこれ一番近いです。鍋を作りましょう。あゆです。いいかな。肉を入れます。じゃん、キムチです。動画撮りますよ。初めてお鍋作ったからね。初めてお鍋を食べたの？鍋も食べたけど作ったのは初めて。肉だけでいいよ俺。へえ、全部食べないと。なんで？パクチーが好きだっけ？パクチーは、好きじゃないの？好きじゃないよ。あれチリは？チリ嫌いだよ。え？辛いのダメっつったじゃん。え、あれメキシコ料理美味しいと。行ったことないし。メキシコ料理辛いのはダメだよ。何がいいだよ。これがパクチーってこと？パクチーです。パクチーはいらない。パクチーはいらない。パクチー入れます。めっちゃチリ入ってんじゃん。チリ入ってる。なんかね、死んじゃうよ俺。日本料理はあんま辛くないから、チョキムチ鍋プラス、チリプラス、パクチープラストマト、赤いのばっかじゃん。いただきます。食べていいの？うん、いいよ。うん、美味しい。普通に美味しい。普通に美味しい。普通に美味しい。何の動画？私の初めて鍋を作った動画です。あ、ベオちゃんが初めて鍋を作ったやつを俺が食べるっていう動画。そうです。イエーイ。いい？私もちょっと食べてみたい。いっちゃって。いただきます。え？私のは？何？え？え？ちょっと待って。え？俺に作ってくれたんでしょ？そうだよ。俺のでしょ今。この所有者は今現在俺のものだよね。え？ちょっと待って。よくわかんない。クリスマスしないでよ。誕生日のプレゼントでベオちゃんに何かを買いました。はい、じゃあ例えばじゃあブラジャーを買ってありました。あ、使ってみよう。使いたいならね。あ、そう。じゃあベロはシェアの心を持ってんだね。そうだよ。あ、じゃあ俺は持ってないんだ。あ、今現在俺のものでしょ。そうだよ。だからシェアしてよ。それは俺が決定してんでしょ。え、そうだよ。そうでしょ。買ってこい。すごいよ。
ね、お願いよ。メキシコでお願いって来るんだよね。お願いしますって言える。あ、見てよマジバカ見てよって見たし見て見て、まだ猫、猫いるよ。どこ、何の話。それは、あ、食べたいのよ。待って待って、うん、それを、うん、日本では泥棒っていう。あ、そうなんだ、うん、ってことは、うん、成功だね。何が成功。鍋。うん、美味しい。トマトうまい。ラーメンにトマト入ってるのあんま見たことないけど、あんのかな。わからない。めっちゃうまい。適当に買ってきたから。うん。オッケーです。じゃあ成功だね。うん。オッケー。楽しいと思ったら高評価だ。感じた。え？え？から。楽しいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。はい。じゃあねー。じゃあねー。ダメダメだよ。ダメだよ。